はい、こんにちは。今回はグースグースダックやっていきます。今回のルールは村側の役職がアストラルっていう、はい、なんか壁を通して霊体を送ることができるっていう役職だけです。村側はそれだけ、それだけでやってください。人狼側は爆弾魔っていう遅延キルができる役職と、アサシンっていう村の役職が分かったら撃てるっていう役職、あとはプロフェッショナルっていう死体を、なんか死体がなんか見えないみたいな、ちょっとよくわかんないですけど、死体が見えない役職です。で、あとビジョン、強そう。ビジョンは1ラウンド中に全てのベルが完成するまで勝利する第三陣営の役職です。あとはセレブでも入れときますか。ちょっと アサシンいるから、役を当てるやついるんで、はい、ということでやっていきます。あ、今日はこの課金した、服でやります。ゆきおこさんは課金してない服でやるみたいです。矛盾を抱えて生きてんのか俺今。矛盾抱えちゃってんだ。金がねえからこの服なのに。やり方が、あ、そうそうそう、金がないからその服。まあ矛盾だな俺はもう、ね、存在が今。うん、ナッシーやってこう。あ、ナッシーだ。カエル君だ。こんにちは。こんにちは。ナッシー今日は元気？ナッシー今日は元気だよ。お、今日は元気。家賃さ、なし、タスクするからさ、そこにいといて。わかった。だってこれ家賃があれだったらさ、端っこで殺されかねないからね。大丈夫大丈夫、トーマスくんもいるから大丈夫。トーマスくんいるなら大丈夫。グース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 。これ霧吹きでなんで植物生き返るの？俺ベノムさんと接触されました。はい、暇人変えるのみ今のところ。暇人変える、暇人変える、いいね。動いておけばこの容疑者で絞れます。確かにもう分からんし、ここで動くしかないよな。なんで、ね、ここで死んだらもう一人だから簡単じゃね。押すこれ。アラビーな、来なくね。あ、来た。それやってると死ぬぞ。あ、これで起動を押さないと輸送されないんだ。やばい。なになに、目が痛い。は？どういうこと？お、くんさん。え、俺爆弾つけられる？うわ、くんさんだ、くんさんだ、マジくんさん、くんさん、くんさん、くんさん。そう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 。なんかなかったっけ？アナウンスできるやつ。これか？あー、暇人人狼です。暇人人狼です。あー、暇人人狼だったか。やばすぎ、やばすぎ。おい、マジで騙されて押すなんて。馬面くんさ、ネタってわかる。ありがとう、ありがとう、馬面くん、馬面くん、ありがとう。爆弾ってさ、何秒後だっけ？15か20。じゃあくんさんじゃないわ。いや、俺くんさんとさ、すれ違ってさ、ちょろっとして、うん、カチ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 って言い始めたから。あ、意味持ってんの？カチカチ。あ、持ってんの今。あ、持ってるんだ。だから押した。役職はある？実はないんだな、それが。まあ、ないんだったら死んでください。意味がすれ違った人、一応なんか、あれ教えてほしい。相当な塊いた、うん、そう、通信室でみんな集まっちゃったよね。意味さ、でも間違いない、俺じゃないよね。あ、そうだ、かけてから15秒だ。15秒。俺爆弾魔は100ない俺。エリンが陰キャ転生爆弾魔100否定ってことね。なんでこんなに殺人が起きてないのっていうのが。いや、そう。あ、そう。イニン絶対すれ違ってないの、陰キャ転生以外いないの。いや、トーマス君も多分すれ違ってないような気がする。ちょっと離れてる。わからん。もう他ないから。窓越しじゃなかったっけ。陰キャ転生だ。あ、なんかごちゃごちゃになってる時って俺もいないよ、ちなみに。あ、そっか、俺と、俺と陰キャ転生。つけてから15秒。15秒だ。あ、やっぱ15秒。俺と陰キャ転生は右側にいたのよ。15秒ってことはだいぶじゃない？だいぶ絞れるんじゃない、兄さん。爆弾15秒らしいよ、兄さん。15秒らしい。あ、15秒。え、馬面さんじゃん、じゃあ。違う。15なら馬面さん。イニンとすれ違って、もう10秒も経ってないよ。俺が押すわけないじゃん、そしたら。馬面さん探しに行かないとな。僕だけなんで俺に入れてんだよ、誰か。え、マジで。あれ、これってなんかやばいんだっけ。なんかこれスキップちゃんと押さないと。確かスキップ押さないと勝手に。あ、死んだ。え、使えない、なんで。さよなら。え、馬津剣士だろこれ。馬津剣士だろ、名乗れお前。馬津剣士だろ。お前やないか、くんさんやない
ってやつだ。はめられたぜ俺は。マジでやばい、なんか濡れ気に着せられた。あ、委任さん死んだ。出来横。いや、タスクやろ。もうめんどくせえ。誰とすれ違ったかすれ違ったかね。コロナ禍においてよ。コロナ禍においてよ。なんか変なこと言ってる。誰か弾けねえかな。誰か弾けねえかし。あ、無理か。入ったーい。あ、おってって直す。ちょうどよかったわ。これオンにすればいいの？これオフ？あ、ちょ、ダメだ。なんか痛い。オフ、オン。あ、オンになる。あ、オンになる。特性がわからん。はい。連打だろ。くんなよ。なんかうまく見つけらんないな。やばい。危なの。してやられたわけだ。え？あれ、植物か。プロフェッショナル。じゃプロフェッショナルがさ殺したら、ね。うわめっちゃいる。ベナム変える。なんで爆弾あるから近づかないでよ。エラ多分大丈夫だと思うけど。あ、ちょっと待って、俺も思ってる。陰キャ転生につけられたっぽい今。だえ、なしじゃない。じゃあなしだろ。転生かなしじゃない。今時間的に絶対そうだよな。てか普通に今の。なし癖。爆弾した。爆発しました。ボタン信号、ボタン信号、ボタン信号、ボタン信号。誰が死んだ？なし癖。ベノムです、ね。ベノムさん爆弾で死んだ。なしか、なしか。なし。はい。絶対カエルのじゃん。いや、どのタイミングなの？多分電気直しに行ったとこ、電気直しに行った。あ、俺来たよ、俺行ったよ。停電のとこで重なったのは、トーマスなしのじゃあ、ウマヅラハギもいたはずだ。ないな、俺。カエルかな、うん、セレブ死んだとき、ウマヅラは無理だった。セレブ死んだのは、まあ、重なってはないけど、隣にはいましたね。で、これつけられたんだよね。多分ピカチュウがつけた、ね。あ、爆弾つけられてベノムに押し付けたの。そう、ベノムが言ってた。ピカチュウ、俺、まあ、ピカチュウつけられたけどって言ってた。そうそう、だから、その、つけられてつけたのだから俺。で、さっきの委任殺人で、委任に絶対関与しないから俺は爆弾はなくて。だから、あ、俺、なしだと思うけどな。俺、そしたら、なし。なし、違うけどな。なし、俺につけたでしょ。え、でもね、なし、動き怪しかった時あったから。え、なし、なんかオンオフ、どれがオンでどれがオフだろうって。なんで他が除外されてんの？ウマヅラハギもいたし、ノジャジャもいたし、俺もいたし。ウマヅラじゃないんだよ、僕はさ、近づいてないから。ウマヅラは、俺も近づいた。委任さん、あかんげな。近づいてないのか。なし、トーマス、俺ぐらいだけど。そんなあんまね、いなかった、なんか別に。まあ、いいと思うけどな、俺。なし、役あるって言ってるから、ウマヅラでいいんじゃないの？普通に委任の歌が、普通にウマヅラされちゃったら。いや、待って、俺もアストラルだから。じゃあ、なし、じゃあ、なし、どっちかだよ、どっちかで。両方釣ればいい。どっちかだよね。どっちも釣ります。てか、これ、いや、ウマヅラ君なんで、なしって言われたなし。てか、アストラルっていう意味。ウマヅラ、普通に語りだと思うけど。うん、だいぶ語りだと思う。あとこれ、トーマス隠しろね。なし、本物なの？トーマス隠しろ了解？隠しろなんだ。役は？え？これ本物が、え？本物言わなくない？アサシンいるのに。なんでなんですか？いや、セレブ。なんでトーマス？セレブ見えてる。セレブ見えてな、セレブの話誰もしてなかったのにセレブが見えてるって多分あいつ言っちゃって。地球押しに行く。それで分かってるって感じ。あれ人狼が見えねえんじゃん。セレブ人狼分かんないんだ。そう、だから、それが見えてるし。爆発のタイミングぐらいですよね。爆発のタイミングぐらいで。あ、押してよ。釣りゃいいでしょ。トーマスがセレブっていう話したじゃん。誰も何もセレブについて言ってないのにいきなり言って、うん、セレブっていうのは人狼が見えないから、トーマスがセレブがって言った時に、まあ、誰も反応しなかったから残念ながらなんか他は村じゃないんだけど、トーマスだけ各村って感じ、うん、だからトーマスがなんかあるならなしウマヅラでどっちも釣れば、まあ1は落とせるかなって思って、他わかんない。いやでも、あ、文句ねえだろ。俺もあれだよ。本物かもしれないから。ビップ死んだタイミングわかるよ。なんか爆弾の。ワンチャンなし。いや、そんなありえない話でしょ。わからないから。
何を言ってるんだ。普通にアサシンがワンチャンなし本物かもしれないんだったら馬面くんつんなきゃダメでしょ。いやだから、うん、いやアサシンがだってアサシン目線なしと馬面が2人出てるって時点でおかしいってなるじゃん。だって、うん、いやって片方殺したらもう片方嘘ってわかるし。オンライン視点でって感じするな、これ。チャチっすね。あ、毒持ちって言ったし、いや、これ確定ですよ。アストラル確定だから、どうせ。いや、これ、やばいな。頭の鹿、ちゃんと言わないとダメ、これ。実際何秒？実際15秒だったんじゃないの？いや、実際15秒、実際15秒。調べたらそうだ。あうあうあう。ウマヅラハギは何だったの？あうあうあう。ただの村。来る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 。だってさ。どういうこと？ウマヅラハギ目線はナッシーが人狼だと思って、それで、なんかアストラルって言って出たら自分のこと抜いてくれるかなっていう感じになったんでしょ、多分。そう、村、まあ、なんか明らかに堂々と言ってたのに抜かれなかったからさ、俺もさ、あれって思ったもん。深いな。なんかやつさんだったらなんか思い切り行きそうな気がしたもん、ちょっと。だってあんな確証もないのにできるわけないじゃん。自分がピチオチになる方が辛いから。おー、冷静。頭いいからね。いや、プロフェッショナルって何？いや、殺してないっすね。あの、のじゃ、このゲームちゃんと殺すゲーム。言いなさいよ、みんな。おい、またじゃねえか。おい、なんでこんな貧乏な見た目のやつが、なんでこんな貧乏な見た目のやつがよ。よし。なんだ。ピョン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 みたいな音がしてる。え、な、なにこの音。ここだけ？ブリッジ？ブリッジ？何の話してんの、なし。お、決まったね。何の話？あ、ここブリッジ、あ、そういうことか。何言ってるのかわけわかんなかった。暇。カエル。お、この3人でまた動く。右に助かる。また動く。俺、右テレポーター方面にある。テレポーターに。あ、じゃあ、俺もある。行こう。ゴーシュッゴー。よしよしよし、一連択肢。お前ら二人が人狼じゃないよな。え、俺さ、二人だけに開示するけど、俺アストラルだから他に出たら多分あれだよ。暇人ベドムか。あ、なんだお前。おい、デギオ知ってる？ちょ、デギオこっち来て、ついてきて。え？こっち来て、ついてきて。デギオついてきて。デギオついてきて。お、俺もここに助かるわ。お前どんなタスク？ここのタスク。あの、泡吐いた。はいはいはい。正解。テレポーター動かしまーす。テレポーターでーす。俺もテレポーターでーす。これ。何このタスク？俺が上手い。俺動けない。あ、これ共通、アストラル使うと動けない。なんか間違ってスペース押したら動けない。あ、そうだね。そう。待って、まずくないか、ベノムさん今のは。ベノムさん今のダメだろ、多分。か、ベノムさん。あ、一人ずつ乗ってればいいんだ。なんかベノムさんがどうこうって言ってる。だから5秒ぐらいでね。やばいって、この量爆弾つけられるって。やば、逃げよう。おい、どっか行けよ。おい、どっか行けよ。こっち来んだ。だからこっち来んだ。なんで。なんなのあいつ。さあ、下に5人ぐらいいる。なし直す。バグがいるな。俺抱えてる。誰か代わりに持ってくんね。持てる。もらったる。頼んだ。あ、ひまじさん。なし。バカおめえ。おめえよ。いや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 。わあ。くんさん、あんた爆弾だろ。俺じゃねえ。わかるよ。俺じゃないよ。くんさん爆弾だよな。違うよ。なんで。いやいや、あなたは爆弾だよ。あの状況。じゃあいいよ。じゃあ押そうよ。あの瞬間は。押していいんじゃない。ええ、またつけられました、僕爆弾。クンさんが爆弾です、絶対に。俺違うよ。カエルくんが死んでる。クンさん爆弾っすよね。
なんで俺だろう。じゃね普通につって。クンさん爆弾じゃない。だって俺もつけられてて、あのテレポートして15秒後で考えたらクンさんしかつけれる人いないもん。そこ人集まってっちゃう。いやいや、だそう、そう、7秒ぐらいしか出ない、集まった瞬間。絶対クンさんだって、しかも。集まって7秒ぐらいしか出てない。ドジェじゃ何多分クンさんだと思うよ。普通逃げてたから。いいんじゃねっつって。いやいや、だから、暇人が爆弾つけられるって言ったから俺逃げたんだよ。俺ボタン押しに行ったら、結局、俺も爆弾つけられてるから、もうクンさんだよ。どう考えてもあれは。え、今暇人ついてる。押しただけであれなのか。いや、今も俺もついてる。いや、俺も今ついてる。いや、クンさん、絶対クンさんでしょ、あの状況の爆弾つけるの。15秒も経ってないじゃん、暇人だって俺と会って。いや、ベノムさんは、でもベノムさんがつけられたのは絶対そうだよ、クンさんだよ、絶対。うん、なんかクンさん離れてたの見えた。いや、離れたのはみんな人が集まったから離れただけだよ。おい、マジ俺が持ってる。マジ俺になってんの、やば。絶対クンさんでしょ、あれ爆弾。あ、じゃあ、最後に言うけど、あの時いたの、ベノムと暇人と横から陰キャ転生だって記憶が来て、え、ベノムと暇人と一緒に乗ってきたの、あと、イニンだっけ。じゃあ、イニンが最初に来て、その後カエル君が来て、っていうような感じだから、ベノムとカエルと、終わんないからこれ。だから、ベノム、暇人、カエル、で、記憶陰キャ転生が横から来たって感じ。で、ノジャジャは絶対違う、俺が停電後に数字が。俺は絶対つけれないし。出来事俺絶対つけれない。暇人も絶対白よ。暇人が白かは知らない、ごめん。けど、馬面、俺そのメンバーだからね。俺本当に爆弾魔じゃないから、終わんないから、終わんないから、そのメンバー覚えといてね。よろしく。俺、ちなみに俺つけられてる側だから。じゃあ、多分、じゃあ、その他の人たちだと思うよ、多分。あれつけ。おえ、違う、俺じゃない。え、待って、これ、イニーさん黒じゃない。これ、俺、イニーさんと俺と、カエル君しか、あの、アストラルって。いい、暇人ナイスプレーだ、これ。暇人ナイスプレー。カエル君。カエル君についちゃったか。押せ、頑張れ、誰か押せ。いや、でも。カエル君、ごめん。最初に死んだカエル、人狼です。嘘でしょ。あ、じゃあなすりつけがうまくいったパターンなんだ。人狼です。諦めたか。いや、僕はもう無理。あの、ベノムさんが正直アストラルって嘘だろうと思って、もうベノムを打って、あの、俺も死のうかなと思って打ったら本当にアストラルだった。それだけです。まさかの。いや、おかしい。なんでカエルが最初に死んでいるんだ。おかしいんだよ。最初の会議でカエルとクンが落とされて、もう黒に落ちてるんだよ。もう後ろ誰も死んでないのに。え、イニさん俺セーブ。イニさん俺セーブだ。自分のセーブ。あ、マジか。使えないんじゃない。オッケーオッケーオッケー。あ、まだ使えない。あ、すごい。え、2発撃てないんだっけ。じゃあもうイニ普通に。あれ。あ、本当にセーブだ。いや、これなんでカエルが死んでるってことされてた。絶望した。ベノムさんがアストラルって知ってたから、あ、俺が犠牲になってあげようっていう自己犠牲の精神が芽生えたんだけど、あの、受け取った瞬間死を恐れて俺近くにいてカエル君に渡した。最悪。ナイスだわ。ナイス。最悪。離れたらよかったのに。マジ俺暇人が絶望した。暇人受け取れるか。そう誰も信じん。もうおい、またじゃねえか。どこ行ってんだこれ。何が？また人狼？よいしょ。え？また人狼？クワじゃねえんだよ。何、人狼だった？え、じゃあ俺、出来事ずっと一緒にいよ。俺爆弾渡されたら出来事に渡すわ、すぐ。じゃあ、なんで？俺、出来事一緒にいるわ。俺、出来事一緒にいる。身代わりかよ。俺、出来事一緒にいるわ。はい。身代わりかよ、もう。出来事ずっと一緒にいよ。これ出て戻んの。あー、そういう感じね。おうおう、閉じ込められた。あ、貯金室ってこういうのあるんだ。へえ。入るときにしなよって感じじゃない？警察だから。黙々20秒か。出来事の腰に縄つけて俺の鼻を歩いてる。だよそれ。どういうノリだよ。次は出発ゲート行きなさい。すいません。ちょっと待ってください。何をしてるんだ君。なんで？ちょっと待ってください。なこれ。いやおかしいよね、動き。動き変だよね。さっきそこいたよね。オッケー。お湯の確認終了。変だよ。
変だよ、デキオくん。なんか変だよ。いや、違うって。え、何、どうした同じタスクなんで2回も言ってるの？え、あの、待ち。タスク待ち。うん、向こう行きたいな。向こう行きたいけど、向こう行けない。ここ押せばいいんだよ。ここのボタン押したら来るよ。今呼んでなかったの。いや、マドラさんから呼んで待ってるんだ。ここのタスクやっててん。何こと？ここにタスクあるよ。あ、俺テレポーター。はい、まあ、てかね、ここからじゃなくても帰れるよ。あ！あう！やつさん、初動絶対僕殺す、あの人。もう爆弾騒動起きてていいだろ。あ、いや、夜だ。11。これなんで夜んだお前。13。助かんねん。10。15。あ、違う、クズのじゃない。いやー、え、消えた。うわ、待って、やばい。近づくなよ。ああ、そういう感じ。11。やべ。いや、わくやつさん。おい、やつさん、お前、弁当から出てきただろ、お前。やべ、顔を立ち、まず、ヤツさんなかった。やべ、多分、間違いないね。俺も、馬沢とやつが一緒に動いてるの見たから。え、トーマス、じゃあもうやつだ。え、トーマス、なんか、トーマス、さっき会ってた。はい、3人噛みました。3人噛みました。そう、え、トーマス君噛みました。いや、多分、通報直前に噛んだでしょ。そう。うん、なるほどね。これ、出来横爆弾魔だと思うわ。ちょっと、なんで白だね。だってもうなんか、爆弾魔ついてなさすぎでしょ。ついてなさすぎで。出来横。爆弾魔死んでんじゃん。あれだな、運もついてなけりゃ、爆弾もついてねえな、出来横。最近。爆弾魔死んでる。うまいこと言ってんすか。な、出来横。なんか今日、ペットボトルの、なんか、蓋が自販機の下に入ったんでしょ。なんでバレてるよ、しかも。え、なんか、ヤツが殺して死体を見たの？下見たじゃない、ベントから出てきた。あの出発ゲートのベントからシコッて。ちなみにその出発ゲートの奥に死体があったからやっべっと思って行かせないように出てきた。お前3人噛んでないだろ、やつさん。お前2人やろ、噛んで。3人噛んだよ、3人だよ。絶対噛んでない。マズラさん見て、そこで噛んで。やちだよ、のじゃじゃも噛んで。やちだよ。俺3人噛んでるよ。プロファイリング理解して。うまいね。噛んだのかな。噛んだよ、これは。よかったね。よかったね。楽しかった。まだ生きてんのかよ。死んだね、普通にこいつ。じゃあ。ヤチなんだろうな。え、アサシンとアサシンだったらもう撃ってるでしょ。うん、撃った方がいいし。適当に撃って死んでるから。ワンチャン撃った方がいい。プロフェッショナルの方か、じゃあ、死体見つかんないってそういうこと。え、プロフェッショナルだぞ。あ、やべえ。やらかした。あー。あ、やべ。あ、ミスった。恥ずかしすぎだろ、今の。あ、やべ、あ、見た。なに俺はアナウンスかけるか。おぉ、よーし、警察から解放された。デキさん、はい、お前、はい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 、軍人です、よろしくお願いします。デキホさん、しっかりサスク。あ、やべ、今度は軍人かよ。はい、ここ、はい、デキホさん、よろしくお願いします。どうなってんだよ。俺がなんかしたか。しっかりよろしくお願いします。あ、引き継が、引き継ですか。デキオコくん、デキオコくん、至急ブリッジに来てください。デキオコくん、至急ブリッジに来てください。デキオコくん、デキオコくん、至急ブリッジに来てください。あ、行きます。はい、行きましょう。行きます。はい、デキオさん、います、こちら。あー、ブリッジに来て、ブリッジに来て。ちょっと呼び出しあったでしょ、会議。いや、もう軍人も警官も来やがって、本当に俺がなんか悪いことしてた。死んだ。おもんな。死んじゃった。おもんねえわ。あ、これ連打だ。いい人がいる。おい、誰だ、俺の横取ったの。ワイです。ワイです。カウンターボムだ。カウンターボムだ。カウンターボムだ。ほら、お前に爆弾ついてる。お前に爆弾ついてる。
ワイではありません、爆弾は。タスク。タスク？ヒマジンさん、ちゃんとやってる？タスク。やってそうだね、ヒマジンさん。キッショマジで、こいつ。こいつ、キッショマジで。リッサー、びっくりした。さあ、タスクの予定表立てるか。どうする？こっちか。は、はい、はい。タスクの予定表、どうする？どっちから行く？タスクないから分かんない、もしかして。いや、じゃあ、出発ゲートに、あります、一つ。は？爆弾を抱えています？いや、で、結構大丈夫。俺は、そんなことしない。え、いいんだよな、信じて。うん、しない。その代わり、なんか、すれ違った人。死んでる？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 陰キャさんと暇人が死んでる。爆死まで残り1秒。デキオコは死ね、ちなみに。俺は死ぬぜ。デキオコさんはもう爆弾なんだ。いや、そう、デキオコは爆弾つけられてた。あえ、っていうかさ、デキオコさ、あそこ誰来たっけ？なんかカエルかイニーいなかったっけ？色白系。色白系だよね。ナッシー、カエル。色白系の鳥。俺らに会ったよな、ナッシーは多分。あった、あったっていうかね、なんか途中でこいつだ。ブリッジまでこいつだ。ナッシーだと。多分爆弾魔だと思う。暇人の殺しは分からん、ね、で、カエル…ベノムさんはね…マジで違うんだ。待って、暇人さんどこに行った？上回りに行っただけ。ワンちゃん、イニンさんあれ？いや、今回の髪、勧誘できないの多分ベノムさんは分かってくれるんじゃない？うん、じゃあカエルじゃね？上にいたからな、なし入れてよ。そこ2人ってこと？あー、アサシンか。あー、アサシンか。失敗した。待って、待って、じゃあ爆弾は誰だ？じゃあカエルくんじゃねえの爆弾。俺目線イニーさんしかないじゃん。え、カエルはどこ行ったの？二人の予言としては。俺最初くんさんと一緒に湧いたじゃん。うん、その後通信室行って。あ、じゃあお前だ。で、僕の方のなんだっけあれ。じゃあお前だ。カエルさんじゃんこれ。じゃあお前だ。いやー、俺渡す。いやー、おとなしく釣られとけばよかったものを。で、釣られとけばよかったのに、ね、今。え、ワンチャンベノムイニーのラインかなと思ったけど、ラッシーが黒だったら、まあ、エルさんじゃないの。逆に誰に撃ったんだろうな。いや、まあ適当でしょ。適当な人。ああ、俺死ぬわ。さよなら。よくねえから勝った。え？あ？びっくりした。誰か死んだくね？いや、デキさんが死んだ。でもデキ横だって。あ、カエル君だ。俺今。じゃあ俺通報鳴らしてくれよ。みんなでボタン押してくれよ。オッケーオッケーオッケー。泣いちゃうわ。泣いちゃうわ。泣かないでカエルくん。泣け。自白するのか。はい、どうぞ。爆弾噛めないもん。爆弾は噛む能力ないもん。本当に犠牲だったな。何もやってないよ今回。そうだね。敵横が尊い犠牲だった。ベノムさん、俺、はい、実はあと5秒あったら、うん、ベノムさんにピジョンつけ切って勝ちでした。ジジ。カエルくんが悪いじゃん。カエルくんが悪い。これカエル悪いわ。自白し始めたのが悪いじゃん。カエルくんのせいで。いや、もう明白だったろ、あれはもう。まあ、もう無理って感じだったね、正直。明白だったと思うぞ、あそこのターンは。さよなら、カエルくん。じゃあね、ビジョンどんまい。人狼側強化した方がいいな。爆弾魔が弱えかもな。マップによってはね、無理じゃん。いや、あれ最後協力しちゃえば人間が勝てずに。確かに。あれか、ピーバンメンだったかも。そうそうだった。俺ちょっとサレンダー早すぎたわ。ちょっと負け癖。そうそう、まだ負け癖。場面じゃなかった。負け癖。ちょっと待って。じゃねえよ。じゃねえ。あれ、何や、俺、これ。あ、俺、準備完了押してなかったもん、そして。まあ、いっか。今回まあ、いっか。まあ、いっか。間違った。よし。くっそ。飛びます。一つタスクある。うわ、誰も行かないのおもろいって。これ待ってていいんじゃない。まあ運じゃね。え、爆弾ついた。あ、なんか俺に。 誰今。
なんかカチカチ聞こえた。トーマス？ヤチさんかベノムさんじゃない、これは。これ死体がどこで見つかったの？カチカチしたの誰ですか？俺。じゃあヤチじゃね？自分はわかんない。これ爆弾で死んだの？これ。俺と俺とイニンってヤチがいるときに急にカチカチ聞こえ始めて、あの、はい、セキュリティからメンテナンスに向かう道ね。あの T 字路のとこ、そうそうそう、下のマップで見ただから、わかそのそこら辺直前に対する教えてほしいんだけど、知らないんだよ俺。それはイヌ、それこそベノムイニンヤチとかいたんじゃない、違うの、俺らは下側にしかいないんだよ。下側か。あ、インキャ転生は絶対違う。シャトルインキャ転生は最後でなんかワープのところでインキャ転生見て、はい、てかだから違う。デキオコさんいなくね。デキオコさんいない。シャトルから振り落とされた、多分。本当だ。船降ろされて、船降ろされた。船降ろされた。やばいやばい。今回ベノムかヤチっていいと思うんだけど、イニさん死んじゃうし、これ多分爆弾。じゃあ俺ヤチするわ、俺。ベノムさんするわ。ここは合わせた方がいいので。じゃあヤチするわ。爆弾つけられてる、俺がベノムさんするって言ってんのに。ロラで、普通にロラでいいんだよ。ロラで大丈夫、ロラで大丈夫。みんなどっちいるの？いや、とりあえず、俺は俺にヤチって聞こえたから。どうせ俺って言ってたから。いや、絶対完遂してよ。さよなら。はい。さよなら。目で一郎ってこと。あ、はい、さあ誰か開く、陰キャさんだ、つけちゃった、誰もいない。さあ爆弾魔はどっちだったんだ。あの俺ミスってスペース押しちゃいました。お前かー、犯罪者名当たってた。俺もびっくりした。あ、やべ、やっちゃったと思った。はい、あーついなくてもいいって言うけどな。あれなんか、え、なんか、え、これで、ヤチを持っていけば多分絶対1時におばあ釣れるよっていう。なくてもいいと思うけどな。うん、つなくていいと思うんだよ。ヤチなんか献身的な時でも釣っといた方が安全ではあるよ。白すぎる。これで自信が一番怖くない？釣ります、釣ります。トーマス君の話に戻ってくる。釣りはヤチで。トーマスの死体があったとこからすれ違った人とかいないの？いないんで、暗闇だから見えてないってのもあるんで、じゃあ、うん、最後どこ行ったかをちょっと行った方がいいと思う。ナッシーとヒマジンとウマズラキとカエル、俺インキャタイスしか知らない。だナッシーはだから電気室って言ってたの、停電を。電気室って言ってるのは誰？ナッシーナッシーさんです、これ。ナッシーさんです。え、違う、ナッシー違うってマジで。ナッシーで間違いないです、これ。やつつんないとこれのが、あのスキップ勝手に入っちゃう、これ。入れる。なんでナッシーいたの？だって白だろ、普通に。ヤスさんでしょ。ベノム、まあ、そこはよくわかってない、見えてないかもしれないんだよ。そう、絶対なんかナシ以外に浮いてる位置はずなんだけど。いや、三人狼生きてないじゃない。いや、死んでる。それは絶対ない。これで二人狼。イニンが沼ってない限りは。なんで無言でついてくんの？おい、爆殺してやるよ。やめろよ、来んなよ。暇人さん、待って、暇人さんが直してる、今。今直してる。直らねえ。ちょっと待て。直らねえ、待って、クイックしまくってんのに。3、4、5、6。暇人。なし、あれ、今、電気室いたよ。暇人ピカチュウかな。ナッシーの死体が、あのメンテナンスの上、電気室の真下のメンテナンスの出入り口のとこにあった。いや、俺電気室ずっとカチカチやってた。カエルが発見者なの？これ発見者って、なんかナッシーが発見者なの？ここか。右上の、どこだっけ？やべ、俺ワンちゃん気づかずにどうするかもしんねえな、そしたら。ガチ言ってんの？メンテナンスルームの、あの上の出入り口。本当に即通報だよ、これ。多分即通報レベルだから。いや、で、直してたのが、暇人。俺が直してた。クンさんもいた。ナッシー、俺は、クンさんもいた。俺は後から来てよ。なんか、右側から回ってきてて。そうそうそう。ほぼ電気つけて。なんか、これ、あれじゃないかな。なんか、死体は見えた？見えた。あ、見えたんだ。見えた。電気室にいた人を改めてやると、俺とクンさんもいたの。うん、いたよ。いたけど、なんもわかりません。暇人だけ転生が殺すわけないっていうぐらい。だって、道中だから殺さないと思う。みんな集まってくるから。殺してどっか行ったやつじゃないかな。電気室にいないやつだと思うけど。カエル君になるよ。
みんな入れてくんないとこれ俺のカエル？カエルに入れるかかな。わからん、無理だ、わからん。なんで俺、なんで俺、怖え。になるくない？まあ、さっきの理論だったら。いや、わからん。元気直しに行こうか。あ、二人いんじゃん。おい、ウマヅラギ、おい。お前やったろ。お前やったろ。あ、でもタスクはちょ、上だ。え、あれタスクどこだ？俺は出発ゲーム。キルンと栽培室か。ぬじゃー、爆殺するよ。ピカチュウ？あ？ピカチュウ？ピカチュウ？治ってないなら暇人じゃないのこれ。いや、カチカチしてた。わかんない。でもね、いや、割とむずいんだよ、ナッシーがちょっと。ナッシーがなんかずっとなんか暇人さんが治してるって言ってたじゃん。おう、で、俺もここにいた。ここで。で、封鎖暇人さんがここにいた。できないときは。生命維持装置。ダリーどこだっけこれ、生命維持装置。行くよ行くよ行くよ。生命維持装置。これ向こうか。ここか。じゃ向こうだ。ああ。装置。バカ遠いんだよ、バカ遠いんだけど。呼んだ。ちょ待って乗せて。あ待ってミスった。あやらかした。うわやばい。何してる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 。やらかしてやらかした。お前トロエン十分だろ普通に。あ何やってん何やってん何やってる。マサイここに立ってるここに立ってる。マサイ人のマサイ人。食材。え何してる何してるの下がってこい下がってこい。あ終わった。あこれもしかして。ピジョンが。あピジョンが勝ったダラダラしてたら。これウマヅラハギトロールだろ。てか、やばい、人狼速度計しまくってる。いや、なんかベノさんミスったらしい。あれミスってスペース押しちゃった。あゲームを更新しています。はい、じゃあここで GG にしましょう。ピジョン勝利 GG。